皆さんこんばんは。今夜はここマツダズームズームスタジアム広島から広島対巨人ナイトゲームの模様を実況担当堂前英雄でお送りいたします。カープの先発は左の斉藤、対するジャイアンツの先発は東野となっています。さあ間もなくゲームが始まります。まずは1回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッター坂本、流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、坂本二塁を狙う、坂本ツーベースヒット。そしてバッターボックスは谷、ジャイアンツいきなり先制のチャンスを迎えています。スライダーボール、まずは内角投げました、打った、セカンド正面、一塁送球アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁に変わります。左バッターボックスは3番小笠原、センターへぐーっと伸びていった、これは文句です、入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、バックスクリーン右横に打ち込んだ、ジャイアンツ先制2対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは4番ラミレス、外野は長打を警戒します。インコース詰まった、掴みました、ラミレス、初球打ちはショートライナーでした。バッターは5番高橋、第9投げた、バット打った、ピッチャー返し、センター前のヒットになります、ボールは中継、さあこれで2アウトランナー1塁、バッターは6番長野、第9投げた、まっすぐ決まった、ストライク、アウトコース低めいっぱい、投げた、これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン、投球3球目ストレート見送ってボール、長野集中しています、投げた、ボール、アウトサイドわずかに外れた、投げた、打った、取りました。1回の表が終わって2対0、ジャイアンツ先制点を挙げています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッター東出、さあ1球目ボール、外れました、ノーストライクワンボール、投げた、内角低め、判定はボール。さあ3球目打ちました、エドガーダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、東出セカンドライナーに終わりました。投げました、スライダーはボール、まずは外角低め、初球ボールから第2球投げました、ボール、外れた、そのようによく選んでいます。直球決まってストライク、ワンストライクツーボール、バッティングカウント、外角高めいっぱい、ストライク、投げました、あっと打った、ピッチャーの左に転がった、あっと送球それた、一塁アウト。右バッターボックスは3番赤松、投げました、スライダーボール、まずは外角、ボールカウントワンボール、アウトコース高め見送ってストライク、投球3球目打って、これは平凡な当たり、ピッチャーボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトになりました。東野初回は素晴らしい立ち上がりです。1回が終了しまして2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターはエドガー、投げた、ストライク、投げた、打った、詰まった当たり、掴んでワンアウトになります。右バッターボックスは8番鶴岡、第9投げた、ストレート決まってワンストライク、外角低めいっぱい、さあ次の投球です、打ちました、切れていきます、ファール、投げた、直球見送ってボール、ボールカウント2ストライク1ボール、第4球投げた、直球打ちました、打球はレフト浅いところ、掴みました。バッターはピッチャーの東野、第9投げた、真ん中見送ってストライク、ワンストライク、第2球投げました、真ん中ストライク、投げました、低め外れてボール、投げました、チェンジアップ打った、ライトへの浅いフライになった、広瀬前進取って、これで3アウト、チェンジ、
最後はライトフライに倒れました。2回の表が終わって2対0ジャイアンツ、この回の攻撃は0で終わっています。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは栗原。ストライク決まった。ワンストライクノーボール。初球ストライクから投げました。打ったラミレス交代、フェンスダイレクト。栗原二塁を狙う、セーフ。ものすごい当たりがレフトのフェンスダイレクトで当たりました。ここでバッターボックスは広瀬。投げました。初球決まってストライク。初球まずは入れてきました。投げた、スライダー打った、ヒット。クリアな三塁でストーク。さあこれでノーアウトランナーは一塁三塁。第1球投げた、ストレートはボール。まずはインコース、ワンボール。第2球投げた、インコース詰まらせた、フラフラっと上がった、落下点に入った、掴みました、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。そしてここでバッターは天谷。スライダーボール、ノーストライクワンボール。一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ次の投球です。打ちました、取りました。タッチアップからホームへ向かう、バックホーム、セーフ。カープ1点返しました。バッターは8番石原。さあ1球目、高め際どい球ボール。さあ次の投球です。あっと、とんでもないボール、キャッチャー取れない。広瀬二塁へ、石原歩かせます、歩かせます。そして迎えるバッター斉藤。第1球投げた、高めストレーク。まずは初球決めてきました。第2球投げた、低め際どいボール、ワンエンドワン。投げた、直球ストライク、伸びのあるストレート。投げました、外角低め打った、ファーストボールを掴んだ、自分でベースを踏んでアウト。2回の裏が終わりまして2対1カープ、この回1点を返しました。ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番坂本、今日2打席目。ボール、ストレート外れました、わずかに内側。スライダーボール、内角へ。さあ3球目、外れたボール、投げました、アウトコース高めストライク。ここは1球見送ります。投げました、打った、ファールボール。次の球がラストボール、投げました、ストレート打った、バックネット方向、ファール、ファールボール。投げた、結局外れてフォアボール。先頭バッターを歩かせてしまいました。バッターは2番谷。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース低めストライク。初球まずは入れてきました。投げた、チェンジアップ決まった、ストライク。斉藤追い込んでいます。さあ3球目、チェンジアップ打ちました。さあゲッツーになるか、6-4-3アウト、6-4-3のダブルプレイ。先ほどツーランホームランを放っている小笠原。さあ1球目、カーブはボール、まずは外、ボール、チェンジアップ外れました、ノーストライク、ツーボールです。さあ3球目、カーブ打った、東で掴んだ、一塁アウト。3回の表が終わって2対1ジャイアンツ、この回無得点です。カープ、この回1番からの高打順、先頭バッターは1番東で、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球投げた、フォークボール見送ってストライク。投球3球目、あっと打った、打球はライト浅いところ、谷前に出る、取りました、ワンアウト。バッターは2番そよぎ、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。真ん中にストライク、打った、ショート左抜けるか、一塁へ、アウト。バッターは3番赤松、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げました、ボール、低めの変化球、投げました、内角高め、ストレート決まってストライク。第3球投げました、変化球外側へ、ボール、ワンストライクツーボール。投球4球目、速球打ち上げた、バイアフライ、
坂本、落下点に入った、アウト。セカンドキャンパス後方、ボールをつかみました。カープ打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして2対1、ジャイアンツ1点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはラミレス。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。まっすぐ決まった、ストライク。初球ストライクから投げました、打ちました、一塁線フェアだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。左バッターボックスは5番、高橋。第1球投げました、ボール。これはわずかに低いか、投げました、インサイドストライク。さあ3球目打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁送球アウト。バッターは6番、長野。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。さあ1球目、あっと打った、掴みました。最後はライトフライに倒れました。4回の表が終わって2対1、ジャイアンツ無得点で終了です。4回の裏、1点を追いかけますカープの攻撃。先頭バッターは4番、栗原。これが2打席目になります。インコース低めストライク、まずは初球決めてきました。カーブはストライク、2ストライク。第3球投げた、おっとすっぽ抜けた、はっきりしたボール球。投球4球目、ボール、直球外れました。さあ5球目、ストレート、空振り三振。先頭バッター栗原、三振に倒れました。投げた、直球決まってストライク、これはいいところ。投げた、インコース低めストライク、バッター追い込まれました。投球3球目打ちました、バットバットが折れた、ヒットになります。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは6番、ヒューバー。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、ボール、内角低めの変化球、ワンエンドワン。投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは7番、天谷。第1球投げました、インコース高めストライク。第2球投げました、外角低め、直球外れてボール、ワンエンドワン。投げました、インコース低めストライク、伸びのあるストレート。投げた、空振り三振。遠野ナイスピッチング。4回の裏が終わりまして2対1、ジャイアンツ1点リードは変わりません。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番、エドガー。第1打席はセカンドフライに倒れています。低めストライク。さあ2球目、内角低め、チェンジアップ決まってストライク。バッター追い込まれました。投げた、チェンジアップ外れました。2ストライク1ボール。さあ4球目、スライダー、空振り三振。バッターは8番、鶴岡。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、真ん中にストライク。さあ2球目、打った、取りました。バッターはピッチャーの遠野。第1球投げた、チェンジアップはボール、まずは低め、ワンボール。第2球投げた、インサイドストライク。投げました、打ちました、ピッチャー左、ピッチャー返し、ヒット、センター前ヒットになった。さあ2アウトからのランナーが出ました。打順トップに帰って坂本。第1球投げました、直球ボール、まずは内角、打ちました、バットの先、センター前ヒット。さあこれで2アウト、ランナーは1塁2塁。ここで迎えるバッターは谷、今日3打席目。インコース低めストライク、ワンストライクノーボール。投げました、膝元、スライダー決まってストライク。さあ追い込まれました。第3球投げました、直球外れました、膝元際どいところ。投げました、あっと打った、掴みました。2アウト1塁2塁のチャンスでしたが、得点には結びつきません。5回の表が終わって2対1、ジャイアンツこの回の攻撃は0で終わっています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは8番、石原。センターへ弾き返した、ヒット、ボールは中継、カ
ープ、同点のチャンスを迎えます。バッターは代打島。さあ1球目打ちました。第2球投げた、直球ボール、これはわずかに高いか。投げた、引っ張った、高橋ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト、島ファーストライナーに終わりました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは東出。第2球投げた、スライダー決まってツーストライク。遠野追い込んでいます。第3球投げた、内角ボール球打った、ピッチャー抜かれた、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。前半が終わりまして2対1、ジャイアンツ1点リードは変わりません。斉藤マウンドを降りまして、梅津今日2番手としてマウンドに上がります。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッター落下点に入った、掴みました。小笠原初球打ちはピッチャーフライに終わりました。バッターは4番ラミレス、これが3打席目になります。外角へストライク、ワンストライク。さあ2球目、あっと打った、ライトへ大きな当たり、ライト見上げた、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。今日ヒットを放っている高橋、ボール、スライダー外れました。ボールカウントワンボール、投げました、インコース詰まった、ファール、投げました、ストレートはボール、外へ、ボールカウントワンストライクツーボール、投げました、インコース詰まらせた、セカンドボールを掴んだ、一塁アウト。バッターは6番長野、今日3打席目。スライダー決まってワンストライク。さあ2球目、打った、引っ張った、レフトファールフライ、切れていきます、ファール。第3球投げました、高めわずかに外れてボール、投げました、引っ張った、この打球は取れるか、どうか、追いついた。6回の表が終わって3対1、ジャイアンツ1点を追加しています。カープこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番ソヨギ、投げた、外角へストライク、まずは初球決めてきました。内角際どい球、ボール、ワンエンドワン。さあ3球目、低めギリギリいっぱい、ストライク、ツーストライクワンボール。追い込んで第4球投げた、打った、引っ張った、ファール。さあ5球目、ボール、外れました、はっきりしたボール球。第6球投げた、流し打ち、これはヒットになります。ボールは中継、そよぎ今日初めてのヒットを放ちました。第1球投げた、これはストライク、これはタッチアウト、盗塁失敗。第2球投げた、インコースわずかに外れてボール、打った、レフトの右にボールが上がっている、